松潤さん、イップマンに対してのメッセージありがとうございます。昨日もね、私ね、イップマン見ちゃってね、何度見てもね、これよくできた映画だなと思いました。音楽も冴えてるし、効果音もすごいしね、それから歴史背景もなかなかね、深みのあるもんだと思います。で、香港映画ってそのこのぐらいね、人の心を引きつけるクオリティになってきたんですよね。で、松潤さん言われてましたけども、なんでここまでね、素晴らしいことができる国が今世界に嫌われるようなことをしてるんだろうみたいなことがありますよね、うん、いろんな問題ありますよね、今ね、人権の話とか一帯一路とかね。私ね、こういうふうに思ってるんですよ。あの、中国ってもともと大陸大きいじゃないですか。そこにいろんな、まあ数千人とか数万人規模の国家がもういっぱいあったんですよね、昔は。で、その国家のうちの一つがよそを侵略したりとか、よそから侵略されたりみたいな感じで、だんだんと支配されたりされたりみたいな、この小勢の中でね、まあ魏豪蜀とか漢とか、あ、なんか倭とか、いろんな国が入り乱れながら、まあ覇権を争っていて、ある王様は、いや、自分がこの国を統治した方がうまくいくんだって形で、言語とか宗教とか思想とか政治を広めていってっていうので、なんかね、その他の民族を支配して根絶やしにしてみたいなことをね、お互いにやっていったんではないかなと思うんですよ。で、この辺は中国の歴史をよく見てみかないと分かんないのと、あと中国の歴史といっても、結局はこれを歴史にしようっていうふうに採用されたものが学問となって今に伝わってるだけなんで、この歴史、この事実は、あの、私たちの中国の歴史にはふさわしくないよねみたいなのは追いやられて無視されてきてる面があるんですよね。そういったぐちゃぐちゃする中で、まあ、あの、宗教ね、少林寺を中心とした宗教っていうのは、その、なんかその自治を守るために独特の憲法が発達してきたっていうことはあったんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ例えば中国が A という王朝で、まあなんとなくね、出来上がった時に、あの、少林寺ってものは独立を守るために、支配には組みしなかったみたいなことがあって、だからこそ宗教弾圧っていうのがね、ある意味あるのかなとか思っちゃったり、あと、そうですね、あの、王朝が別の王朝に滅ぼされた時に、その王朝の一族が基本的には皆殺しになっちゃうんですけども、でもそこを逃れてね、あの、お寺とかに入った人がそのお寺にかくまわれて出家をして、もうね、生きながらえてお坊さんとして暮らしていく。そして剣道頂戴を、狙っていって、また勢力を拡大して、そのお寺から、あ、始まった、あの、かくまわれたお寺から復活した、あの、一時は追いやられた王朝がまたね、王権復活するみたいなことがあって、まあギッタンバッタンしてたんじゃないかなと思うんですよね。その中で武器なり武術なり、いろんな考え方なりね、そういうのが洗練されてきて今に至るのかなと思った時に、その拡大として、中国が今独、あの、ね、統一された時にね、まあ一つの党が今同じ考え方で運営されてると思うんですよ。まあですんで、別の自由でいいんじゃないのとか、もっとみんなのこう内なる気持ちを追求していこうよみたいなのは、まあ一部抑えられたりするのかなとかね、なんともね、分かんないですね。この辺をね、うまく私も説明できないんですけども、なんとなくね、中国の歴史を紐解いてみると、あ、全然違う思想とか違う民族が、あの、ある時は中国を支配して、ある時は中国の新しい勢力に支配されてとかね、あと、なんですかね、郷土みたいな北方民族がいたりとかね、タタールみたいなね、南方民族がいたりとか、それこそチンギス・ハンみたいなのが台頭してきて、もう本当にね、あちこちになっちゃったんだろうなと思うんですよ。だから同じ国で存続するように見えて、支配階級と、まあ、いわゆる非支配階級が入れ替わったりなんだりしてるところが、その歴史なのかなと思います。そして現代に入ってね、あの、共産主義っていうのは一種乱暴に見えますけども、国家運営のその大民族ですね、すごいたくさんの民族を一気に運営するには、この強権的も言えるようなね、民族支配とも言えるような思想っていうのは、あの、まあ、うまく機能することもあるんですよね。主権を制限するっていうので、まあ、国家が同じ方向に向かっていくっていうのは乱暴ではありますけども、こう捨てて全体を生かすためには、まあ、ない思想ではないかなと。昔日本もそういうふうになってましたしね。
で、紐解いてみると、そのアメリカっていうのも結局はあのヨーロッパからの犯罪者や政治犯とか、うん、そういった人たちが逃れてアメリカ大陸やオーストラリア大陸の原住民を根絶やしにしてね、で土地を取っちゃったっていう歴史もありますんでね、たまに中国から出ますけども、一帯一路構想がどうこうとかね、他の国に侵略どうこうとか言うけど、アメリカも結局それをしたんだろうがっていうようなね反論もあったりとかね、うん、だから過去を掘り返せばやっぱり何ともね血生臭いことが多かったんですけども、まあでもこれからね本当にお互いの人権を尊重して自分の生命とか人生と同じぐらい他者の生命や人生も大切にしないといけないよねってことにつながると思うんですけどね。はい、それでね最後にお送りしますけど、私のねこのいつもの隠居 TV チャンネルが1週間の動画アップロード停止措置を食らってるんですよ。ですんで2015年に1年間だけ速稼塾塾生さんに向けて作ったこのプロダクトローンチというねチャンネルから今回はお送りしております。おや、何があったのかなと思ったでしょ、うん、動画をたくさんアップロードするとこういうこともあるんですよ。でもこんなことにめげずに動画アップロードのペースを落とさないようにしようと思いますし、逆にこのね、一時的に放棄されていた私のこのプロダクトローンチというこの懐かしいチャンネルをこの度ねどこまで1週間で育てられるか挑戦したのかなみたいな気持ちになってますね。はい、ということでこちらの方もなんかねこの措置が終わっても使い続けるかもしれませんのでね、二足のわらじでよろしかったらこちらの方もチェックしておいてください。いやーでもねイップマンね、あの映画一本見るだけでいろいろ考えちゃいますよね。いや松潤さんとはこの昭和を語ろうというね今度ズームライブやってみたいと思うんですけどもいかがでしょうか。それでは失礼します。